皆様こんにちは。私は子ども食堂、練馬子ども食堂の金子芳恵と申します。今日いらして子ども食堂のパンフレットも入ってたと思うんですけれども、今日来る前に子ども食堂という言葉を知ってた方どのくらいいらっしゃいますか？あ、結構いらっしゃいますね。その中で子ども食堂の意味も知っているという方はどのくらいいらっしゃいましたか？あんまりいらっしゃらない。はい子ども食堂というのは、給食しか栄養が取れないとか、あるいは一人でご飯を食べている、兄弟で食べているといういわゆる孤食と言われる子どもたち、そういう子どもたちに栄養たっぷりのバランスの取れたお食事を無料で、あるいは低価格で提供するという食堂です。子どもが一人でも来られる食堂なんですよ。今日本の家庭の貧困というのが進んでいます。このデータは2009年、 15.7% になっていますが、去年厚生労働省が発表した数字ではもう 16.3% です。つまり6人に1人が貧困。こちら側のグラフを見ていただくと、これは一人親家庭の数字です。 50.8%、シングルマザー、シングルファーザーのご家庭ということですね。つまり2人に1人の子が貧困という状況なんです。世界で見てみますと、 OECD 加盟国34カ国中この年は10位でした。しかも平均を上回っています。先ほど申し上げた 50.8% という数字はこの34カ国中最悪だそうです。偉そうにそんなことを言ってますけれども、実は私も1年半前までは全然知りませんでした。テレビの番組で子どもの貧困を扱っていたんですね。でそれを見た時に、食べられない子がいる、どこにいるの、本当なの、驚きました。飽食の時代と言われている今、ご飯が食べられない子がいるなんて信じられないです。でももし本当に私の周りにそういう子がいるのなら、ご飯を作って食べさせたいと思ったんです。勉強を教えるとかはね、難しくてできない。皆さんはできるでしょうけど、私にはできませんし、でもご飯を作るくらいなら毎日していることですからできるわけです。ですから食べさせたいと思いました。もう単純な理由なんです。私は福祉活動もしたことがありませんし、地域のネットワークもありませんし、子どももいませんから学校とのつながりもありません。だけどご飯を食べさせるくらいならできるかなと、ものすごく単純なただのおせっかいで始めたんです。それでそのテレビで紹介していた子ども食堂というところに見学に行きました。で、じゃあ私も始めようと始めたんです。それが去年の4月です。まず場所です。近所の信州会館という、これは浄土真宗の大谷派東本願寺というところの、研修施設ですね。大きな建物です。そこで広いキッチンと広い台所があることを知っていました。でお昼ご飯はそこの職員の方たちが毎日召し上がっているんですけど、夜は空いているなと思ったので、月に2回貸していただけないかお願いに行きました。そうしましたら、お寺というのは昔は地域にすごく密着したものだった。ところが最近はどうも地域とのつながりが持てない。ここで子ども食堂を開いてくださって、地域の人が出入りをする、ましてや子どもが出入りをするなんてもう大歓迎だと言って快く貸してくださったんです。しかも無料で、ただですよ。これ大事なんですね。大事です。はい。で水道光熱費も無料なんです。ただご覧のようにものすごく立派すぎて入りにくいんですね。それでかわいい看板を作りました。私の友達のデザイナーがデザインをして、知り合いの大工さんが作ってくださいました。無料でそして子どもは無料、大人は300円ということで、月に2回始めることにしました。資金はですね、最初はありませんから、私が友人知人に手紙をバッと出して、こういうことをしたいのでぜひ協力したいと言って20万円集まりました。ボランティアです。ボランティアもホームページを作って、そしたらもうあっという間に集まりました。でもほとんどの方が仕事を持っている方なので、なんとか仕事をやりくりして時間を作って、
交通費ゼロ、日当ゼロで頑張ってるんですよ。人も決まりました、お金も、それから場所も。次に大事なのは何でしょう。どうやって困っている子を探すかです。そこでチラシを作りました。3000枚。私は本当に無知でしたから、チラシさえ作れば福祉事務所でも児童館でも小学校でも幼稚園でもどこでも置いてもらえると思ってたんです。どこにも置いてもらえません。それは1年半くらい前って、子ども食堂って誰も知らなかったんです。何それ、子どもがご飯作るのって聞かれたりしました。それから経験を積んだ NPO でもなくて、金子よしえという個人の団体です。怪しいです。もうこんな怪しい団体のチラシなんか置いてくれるわけがないんですね。仕方がないので児童館の外で待ってて、出てくる子に渡したり、幼稚園や学校の外で迎えに来たお母さんに渡したりとか、それからポスティングもしました。公園で遊んでる親子にも渡しましたし、道を歩いてる人にも渡しました。もう考えられることは全部しました。初めはそれでも2組くらいかな、お客様は少なかったです。でもだんだん口コミで増えてきました。それからマスコミの力が大きいんです。テレビや新聞やラジオで報じられるようになると、どんどんお客様が集まってきました。料理はちょっと見にくいですかね、バイキングにしています。それは実はね、テレビでやっていたその子ども食堂、私見学に行ったんですけれど、そこで食べた時にお膳に一人前ってこう載ってるんですがね、物足りなかったんです。全然足りなかったの。それでね、まあ、私が食いしん坊のせいもありますけど、お腹いっぱい食べさせたい、そんな思いと、それから自分で食べるものは自分でチョイスする、そして残さない、食べ物を大事にするということも教えたくて、バイキングにしました。これはある日のメニューです。美味しそうでしょ。美味しいんです。それからそう、美味しいんですよ。季節の食品、季節の一品というのを必ず入れています。だんだん有名になってくると、全国各地からお野菜なんかが届くようになりました。あちこちからお野菜が届きました。珍しい野菜が届いた時には、使ってしまわないで受付に置いて、子どもたちに見せたり触らせたりしています。こちらの何だと思いますか。ご存知の方いますか。そうめんかぼちゃという珍しいものです。それからこちらの真ん中にある細長い大根、これが有名な練馬大根です。はい。お野菜だけではありません。お米も調味料も届きました。それから韓国海苔もいただきました。もう去年はカブトムシまで届いて、もう子どもたちは嬉しくてね、ご飯食べる間中もう片時もそばから離しませんでした。子どもたちを見てて思うんですけれども、家庭とか学校以外の知らない大人と食事をしたことが少ない、そういう経験を持つ子が非常に少ないことです。子ども食堂では知らないおばちゃんが話しかけてきます。残しちゃダメだよと知らないおじちゃんに怒られます。きれいに食べたねって大学生のお姉ちゃんが褒めてくれたりします。そういう知らない大人と関わり合う、他者との関わり方を学んで心の枠を広げていってほしいなと思っています。一人で家でゲームをしながらご飯を食べている子もいると思います。まあそれはそれでいいです。でも子ども食堂に来てみんなで食べるのも楽しいよねと話しています。みんなで同じものを食べるということは、親しく話せるというベースができるんです。しかもおいしいものを食べてお腹いっぱいだと幸せな気分になりますよね。こう気持ちも優しくなりますよね。だからみんなで食べることは楽しい、おいしいということを知ってもらいたくてやっています。食べ終わった後は隣に大きな和室がありまして、そこでみんなで遊びます。まあ遊んでる子もいれば宿題を持ってきてやっている子もいます。知らない子同士が仲良くなります。知らないお母さん同士も話が弾むんです。では最後に
子ども食堂に来ている子どもたちのことをお話しします。大半が一人親家庭の子です。シングルマザーのお母さんが子どもと一緒に来ます。もうね、一日働いて本当にくたびれて家へ帰った時にはもうご飯を作る気力がないの、昨日はカップ麺でした、なんていう声を聞きます。小学生のお姉ちゃんと妹2人だけで来ている子がいます。お母さんが8時半にしか家に帰ってこないからです。仕事が忙しいからですね。子ども食堂でご飯を食べて絵本を読んだりして8時過ぎてから家に帰っていきます。シングルファーザーのお宅、あるお宅です。中学生のお姉ちゃんが毎日夕ご飯を作って小学校6年の男の子と一緒に食べているそうです。その小学校6年の男の子を学校の先生が連れてきてくださいました。おいしそうに食べます、笑っています、はしゃいでいます。学校の先生がおっしゃいました。あんな笑顔学校では見たことないわ。嬉しい話たくさんあります。例えば、うちじゃ全然人参食べないのにここに来ると人参食べるんですよ、とか、あなたトマト好きだったの、知らなかったわ、なんてお母さんもいます。もう一軒、シングルファーザーのお宅、高校1年の男の子がいます。お父さんはほとんど家に帰ってこないそうです。おじさんという方が、甥っ子と久しぶりに会ったら痩せているようだし、それからどうも話を聞くとご飯を食べてないようだからと言って子ども食堂に一緒に来てくれました。その日は炊き込みご飯でした。彼は5杯もおかわりしました。メールでもお礼をいただいたりするのでちょっとご紹介しますね。初めて来たお母さんと7歳の女の子からのメールです。参加前に想像していたよりもずっと温かでアットホームで、皆さん気さくに話しかけてくださり、ご飯もものすごく美味しかったです。普段主人は単身赴任でいませんので、娘と2人静かな食事です、というより会話がないんです。ずっと2人だけでいるともうなんだかいっぱいいっぱいなんです。今日はいろんなお話ができましたし、子供にも話しかけてくださり、恥ずかしがっていましたがとてもおいしく楽しかったようです。帰り道に子供と子ども食堂のご飯のおいしかった話、楽しい時間だったねという話をして帰りました。そんなメールをいただきました。私はこの1年間、まだたった1年ですけれども、子ども食堂を運営してきて、子どもたちが本当にさまざまな環境で育っているんだということを実感しました。私たちから見ると、あ、かわいそうねという環境の子がたくさんいます。でもその子にとったらその環境は当たり前なんです。その家庭が当たり前、他の家庭を知らないからです。ところがだんだん大きくなって違う家庭もあるんだということを知るようになります。そうすると、なんで僕だけ、どうして私だけという疑問を持つようになりますね。もっと大きくなってくると、そのまま進んでしまうと、僕なんか、どうせ私なんかとなってしまうかもしれません。そうならないためにも、子ども食堂という場所が家庭と学校と、もう一つのいろんなおじちゃんおばちゃん、いろんな大人と知り合える子どもの一つの居場所として成立したらなと今願っています。子どもの環境が少しでも広がることで、子どもの未来が広がるんじゃないかなと期待しています。最初に貧困の話をしました。グラフをお見せしました。あれは経済的な貧困です。でも貧困というのはどうでしょう。経済的なものだけではないと思います。コミュニケーションの貧困、心の貧困。子ども食堂というのは単にお腹をいっぱいにするだけではなくて、
別の役割があるんじゃないかなと、今そんなふうに実感していますし、またそうありたいと願っています。どうもありがとうございました。